首切りギスは、バッタ、目切りギリス科の昆虫。首切りギリスとも言う。日本。北海道関東地方異性の本州、四国、九州、南西諸島。成虫の体長は55から65ミリメートル。体色は緑色と褐色の個体が見られる。時に赤色のものがいて赤いバッタとして話題になることがある。緑色、褐色は、 修霊幼虫時代に過ごした環境の湿度によって決定される。すなわち、野生下で豊富な植物群中で過ごすということは、湿度が高い環境で過ごすことを意味し、緑色型として浮かし、そうでない環境で育った幼虫はたとえ修霊まで緑色であっても、褐色型の成虫になる。逆に、湿度の高い容器で飼育すると植物が全くなくても、緑色型になる。 体調そのものは、キリキリスや、ヤブキリをしのぐが、体高が低く体型は全体に細長く、鋭角的である。少量バッタ等に似て頭部は著しく前傾し、胸部は尖る。口の周囲が赤く、大顎は強大に発達する。メスの三来感は健常である。羽の間に隠れてしまい、一見では、雌雄の区別が困難だが、発音機の有無やメスの方が、わずかに、 大きいこと、全境の白線の有無で区別できる。なお褐色型では、胸の白線が不明瞭となるためより注意が必要である。口の周囲が赤いことから俗称、血水バッタと呼ばれることもある。よくかやきりなどと間違われることがあるが、体調が小型なこと、頭部が黄色味を帯びないことで区別できる。林に隣接する草原等で、 稲カの草本の茂みに生息する。夜行性。春初夏に、草本や樹上で鳴き、鳴き声は日本語圏では GE ないし、BE と電気の変圧器のように聞こえる。声のニルケラとしばしば聞き間違えられるが、ケラが地中、地表で鳴いているのに対し、本種は草上や樹上で鳴いている。初夏になり、気温が上がると朝に鳴くこともある。 本来の生息環境で目視されることは稀で、人目に触れるのは体外等下に飛来した個体である。公衆便所、公衆電話、コンビニエンスストア、自動販売機等の垂直面に付着している姿がしばしば見られる。食生は植物食傾向の強い雑食で、昆虫類、稲荷植物の穂や、わかめ等を食べる。顎の力が強く、 噛みつかれた状態で強く引っ張ると頭部が抜けることが和名の由来になっている。このように顎の力が強いため、サ,サキリ類やツユム虫などでは、文字通り歯が立たない大きく硬いほ、種子も食べることができる。また、引っ張ると比較的首が抜けやすいのは、首の関節が意外と細く、頭頂部寄りにあり、まっすぐ引っ張られると折れてもぎれる形になるからである。非常に稀に、 かやきりのような威嚇行動をとることもあるが、長時間することはなく、すぐ逃げる。飼育下ではカツオ節金魚の餌、ドッグフード等もよく食べる。彼らの生活感は、土井名ごや放火性の花むぐり赤に掃除した独特のものである。7月中旬から下旬にかけ孵化した幼虫は9月下旬から10月頃に、成虫となり、そのまま越冬に入る。 そして翌春から初夏にかけて、交尾や産卵などの活動を本格的に行う。産卵は、双本の葉と茎の節目、裏側などにずらりと、規則正しく並べて行われる。卵は、初夏から夏にかけて孵化する。秋には孵化し成虫になり、そのまま冬眠する。翌年の後から6月に交尾、産卵を行うが、その後も相当数の個体が生存し続け、7月に、 入っても多くが健在である。さらに飼育下では、サイエットに突入し二度目の春を迎えるレースがあると言う。このため首切りギスは、負荷から数えると、丸一年以上二年近くも生きている長命な、キリギリスと言える。また、首切りギスのメスには、単ため生殖の能力があり、オスと交尾しなくても産卵して、子孫を残すことができる。ありがとうございます。